冷凍のパスタを買ってきました。やばい、明日も朝早いのに。みんな波動見てくれました？見てました？噛んだ。いやー、優勝したかったね。あ、パスタチーンできた。今日の晩ご飯は、砂ずりポン酢とパスタです。え、上手だった。私も自分でうまいなって思ってたんだけど、でもね、やっぱ1試合目がね、ちょっと私は余裕がなくて、やっぱ敵が強いと無理です。そんな余裕はございませんでした。福岡、私さ行きたいって言ってたじゃん、めっちゃ言ってたじゃん。だから来たと思ったの。もちろん沖縄とかも行きたかったんだけど、福岡行きたいって言ってたじゃん。だからは来たわと思って。でもなんかやっぱ結局なんかその人気な人が勝つよみたいなのも聞いてたから、ああ結局かと思って。まあ仕方ない、でも私は実力で頑張った方だと思う。めっちゃいい匂いするんだが、めっちゃいい匂いするんだが、ちょっと聞いてよ。なんかさ、私のさ家の階のさエレベーター降りたらゴキブリ死んでて、私のあこんな上までゴキブリってやっぱやってくるんだと思って、すごい嫌になった。でも頑張ってたよね。なんか最初はちょっとボロボロだったけど、マリアが勧めてたこれを買いました。からマリアに青黒、お腹すいた。私ですか、嬉しいね。 MVP 私って言ってくれるの。そんなそんな、そんなそんな。得点王だけどもだって、でも1回でさ15ポイントとかさ、すごくない？そんなこと言ったら。いただきます。ということで、絶対美味しいじゃん、こんなトマトとニンニクのパスタなんて。いただきます。きちんとゆうなさんにボール渡したし、ありがとう。ごめんね、なんかあまりにもなんか時間がなくて、すごい私も汗でさ、全然くださった方のお顔見れなかったんですけど、ありがとうございます。すごい下品なアイドルだって思われたけど、なんだろう、まだ固まってるじゃん。男性の脳と一緒だと思ってます私は。もうちょっとチーンしてくる。いや、男性の脳と私は一緒なので、普通のことを言っただけだと思ってます。
もうなんか明日の朝起きれる気力がしなくて朝ごはん買ってきちゃった、コンビニで。でもあんまり私も言いたくないのよ、実際は言いたくないのよ。今日おにぎり2個買ってたのが良かったよ。なんで知ってるの？でも1個残ってるから明日の朝ごはんになるんだけど。なんで知ってる？マリアが言った？よいしょ、勝てなかった。もう勝つために体を張りました。あんな公の場でおっぱいなんて言いたくないよ。いただきますということで、もうお腹すきすぎて死にそうでした。そう、でもやっぱ緊張しちゃう。自分のファンの方じゃないところに行くのはね緊張しちゃうけど、なんだろう、久しぶりにそういう近いイベントをやって、わかんないけど神イベントなんじゃないかなって思った。うわー、一口でかい。いけるかな。いけます。うん、うん、私水着配信なんかした記憶ないけどね。おいしい。頑張った。いやでも本当にね、リハで私いけるかなって思ったんだけど、リハがそのフォートやったんですよ。チームフォートやってて2回やったんだけど、私は圧勝だったわけよ。そう、もうでも A でなんかそのなんかあのなんだろう、そのポイントが高いってなってなんか急に折れちゃって心。うん、私の大好きなやつです。そう、てかレッスンして波動してだからもう今体力もボロボロなのよ。明日も朝早いから大丈夫かなってなってます。今と奈々さんとの写真の状況は、奈々さんが写真撮ろうって言ってくださって撮ってたら、いや服部のおっぱい好きだよって言って写真触られました。触られました。別に私自分から触ってくださいなんて言ったことないですからね、人に。そんな欲求不満な女じゃないですから。奈良さんから触ってくれましたよ。そう、ありがとうございます。だからもう今日はそれで満足して帰ってきました。私はなんならむしろそれでだ、その用事誘って、お腹いっぱいなレベル。
別に、あ、それで好きになったとか全然ないですよ。ナナさんはいろんな人にしてるって知ってるんで、あ、嬉しいな。で、私はなんか砂ずりポン酢ってこんないっぱい入ってなかったよね。めっちゃいっぱい入ってるんだけど、リニューアルした？めっちゃいっぱい入ってる、気のせい。なんかめっちゃいっぱい入ってる。私砂ずりポン酢は本当に好きで、うんうん、1時までには寝たい。みんなきっと写真撮ってくれたと思うんで SNS に上がるの楽しみにしてます。あのピューロランドの時の写真が全然なくて、ああ私あんま撮られてなかったんだってちょっとショックでした。仕方ないけど、うん、あどう面白かった、ありがとうございます。でも普通になんか実力でやってみたいかも、一回。いや、ひななが、ね、めちゃくちゃ盛り上げてくれて、そうありがたかった。何がダメだったんだろうな。私はでもなんかリハもやってたんだけど、体だけで避けちゃうから、あれ頭についてるから頭も動かさなきゃいけなくて、視野が狭かったかも。うん、なんかね、シールドを使いすぎて途中からシールド使えなくなっちゃうの。私最初に立てすぎちゃって、そう避けたつもりなのに結構当たってて、なんかねむずい。あと私あれにめっちゃ酔っちゃったの、画面に。 VR っていうのかな、そうめっちゃ酔っちゃってなんかよく分かんなくなっちゃった。そう避けるのむずい。いやー福岡行きたかった。明日朝ショールームしようかな。なんか疲れ果てて気絶しちゃいそう。あっちあっちだから。
ってよ。起きれるかな。7時半から30分だけ。おお、なんかめっちゃアンチコメント来てるやん。何こいつ。7時半くらいからショールームするね、明日朝の。ね、なんかなぎちゃんがうますぎてビビった。なんか余裕があったよね。普通になんかのポイントとかなかったらなぎちゃん絶対勝ってたと思うって思った。え、そう、経験者の動きしてた。うん、すごかった。やっぱいっぱい一回経験してるとあんななるんだと思って。うん。マリアだって最後弾レベル7でしょ。やばくない？レベル7ってもうすぐ出るやん。うん、うん、なんなら最後めっちゃカオスだったよね。うんうん、よくわかんないものを見てた。なんかよくわかんない状況になってたけど、から次はなんだろうね。本当になんかノーマルでやりたいなって思った。うん、シールド対シールドみたいな感じだ。でも朝ね YouTube で波動のレクチャーみたいなのちゃんと調べたの。だからなんかまだ理解できた。なんか本当に何も知らないで言ってたら多分ちょっとできてなかったと思う。ね、檻に釣られてる人も多かったみたいですね。釣るの大事だね。そう、やっぱみんなが頑張ってくれてるから私もなんかしとかないとちゃんと思ってちょっと動画だけは見といたけど。でも普通にやりたい波動。ちょうど満月が見える。いや、トマトパスタ美味しすぎる。これめっちゃ美味しい。
うん、オカリナが面白くて、オカリナにめっちゃおもろい、なんか面白いねみたいに言っちゃった。同じレベルでねやりたいなってちょっと私は思いました。なんかなんだろうな、ファンの人は投げれる数が決まってて、投げれる数っていうかみんな決まってるけど、どこのレベルを上げるかっていうのだけなんか平等であったらちょっと良かったのかなって思いました。まあでも、でも2位にはなりたかったかもな、ちょっと悔しい。なんで千織さん？なんで千織さん？でもひなこは経験者だし、なんかママもトムさんもうまそうだから任せます。うわー、ひなことやりたかったな。まあでもめちゃくちゃ楽しかった。疲れたけど、なんか疲労感すごい。でもみんな筋肉痛になるって言ってたから、また筋肉痛だわ多分。かもう眠っ、とりあえずお風呂入ってすぐ寝ようかな。明日サマステなんですけど、来る方いらっしゃいますか？みんな配信かな。でもありがとう、気をつけてきてね。絶対暑いから私たちも気をつけるけど、マジで熱中症ならないように気をつけるけど、こう疲れてる時がねやっぱ怖い。私は体調崩しやすいから。せーの、ごちそうさまでした。美味しかったです。すごい一瞬で食べちゃった、お腹空いてたから。どっちサイドが多いんだろう、ちょっと待ってね。今
認する。どっちもが一番むずいよね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。一旦ひれるね。だけど、昼下手が多くて、昼下手って覚えてて、昼は下手、こっちか、私の右手側ね、下手で。まあ曲中になんかこっち行ってあっち行ってとかはあるけど、メイン的にはこっち。あ、下手の方が多いかも。どっちも、昼も夜も下手。みんなから見たら左側か。あ、下手。ほぼ下手でも上手に行く時もあるよって感じだけど、こんな感じで良いかしら。絶対暑いよ。逆に来てくれてありがとう、みんなも。眠いにゃん。まあ基本下手にいるけど、こっちも行くしって感じです。疲れたね。16人、明日なんか16人で野外のイベントって、てかこの夏の野外が久しぶりだから、あれだな。ありがとう。いや、波動の運動量すごい、マジで頭も使うし、あとやっぱ3時間ね、ずっとやってるわけじゃないけど、3時間ね、みんなの前で座ってってやってたのもね、なかなかないじゃん、3時間ずっとやってるってから。昼と夜はセットリスト違います。違います。
福岡行きたかったってしかならない。もう悔しすぎ、疲れた。ひろゆこさんにはもともとでも覚えてもらってる気がする。ロケ一緒だったので茨城で。そうだから見ない間にギャルになりましたねって言われたから。話し会始めまして嬉しい。あ、そうだ、なんかしれっと始まってたんですけど、お話し会の久しぶりのリップグロスのお話し会が始まってます。受付がのでぜひ来てください。ちょっとない日程もあって気になってる方もいると思うんですけど、またいつ発表できるんだろうね、知らないけど、まあ12月の予定なので、うん、だいぶ先になると思うんですけど、楽しみにしていてください。それも含め話し会もぜひたくさん来てください。よろしくお願いします。じゃあ40分になったらおしまいにします。サンタはねないけど、ちょっと考えます。いろいろ。いや今週は浴衣着たいなって思ってたんですけど、多分着れなくても、わかんないけど、ちょっとそこもまた考え中なんですけど、多分着ないかもしれない。明日はちょっと7時半からショールームします。起きれなかったらごめんなさい。絶対起きると思うんですけど、ちょっと1時までには寝たいな。ありがとう。なんか久しぶりになんかみんなと近い距離のイベントで、逆になんか目合わせるのが私が緊張しちゃうくらいの近さでした。でもすごいみんなに見られてるって思うと恥ずかしくなっちゃったけど、でもみんな応援してくれてありがとうございました。そう、撮影タイムもあったからみんなが可愛く撮ってくれてることを願っております。でもみんなが違う子にボールを渡していたことは一生忘れません。自覚がある人は、え、かわいい、何これ。自覚がある人はちゃんと謝ってください。私に謝ってください。そうですよ、避難者で証拠を確認ができます。だから今素直に謝るか、後にバレて、私はあんまり怒らないけど、ちょっと今回に関しては怒るかな。怒ります。だからちょっとやっちまったって人言いなさい。言いなさい。ちゃんとひなしゃに証拠が残ってます。見ます。まあきっと
出てこないでしょう。いやでも頑張った、私頑張ったと思う。なんかいや1試合目はなんか本当に自分何やってるんだろうって思ってたけど、2試合目はなんかめちゃくちゃ頑張ったかも。やっぱ冷静さが必要だね、それはもう分かった。ちょっとストーリーとかにもなんか波動のリハのやつとか載せたので、よかったら見てください。から今日撮ってくれた写真、可愛いのだけ載せてください。変な顔とかは絶対載せないでくださいね。よろしくお願いします。じゃあちょっと明日も朝が早いので終わりにしようと思います。今日も見てくださってありがとうございました。ランキング見ます。13位、てるきチャットマーク、うなとりどんぶりさん。12位、梅こぶチャットマーク、うなとりどんさん。11位、きみなみアットマーク、ゆりなー W さん。10位、ひのちゃんの中心さん。9位、波動お疲れ様、明日サマステガンバ楽しんでね YK さん。8位、しんすけアットマーク、うなとりどんさん。7位、くろけんアットマーク、波動お疲れ様、明日はサマステ配信もありますよさん。6位コバットマークグンマニアさん。5位、 TK トンクラットマークタイさん。4位、ケンセイマキシさん。3位、シンケザットマークナトリドンさん。2位、ユキさん。1位、マチャヒロさんです。ありがとうございました。ということで私は急いでお風呂に入って急いで寝ます。今日もありがとうございました。おやすみ。明日サマステ、マジでめちゃくちゃ盛り上がる瀬戸りだと思うので、皆さん覚悟しておいてください。来ないと損です。まあチケットはもうないので配信で見るかですけど、楽しみください。おやすみなさい。バイバーイ。